これが先ほどの汽水湖のところの裏にあります傷病個体保護施設ということです。これなかなかこんなん普通に走ってたらこれ分かりません。これ地道で入ってくるんだけど、でこれを開けて中に入れる。ほんでここへ入れる子っていうのは交通事故なんかにおたれして怪我をしたりとかしてる子をここへ中へ入れるんですって。で中ではですね、これも草があるからええやろというふうに言うんですよ。ほんで、まあ、別に獣医がこんな奥まで来て見るわけもなくですね、中にこう閉じ込めてるだけの施設ですから、もちろんそれはほったらかしにしてますから死にますよね。でだからもうむちゃくちゃなとこなんですよね。これどっかさっき見えたな、このもうここなんか見えにくいんですけど、この奥には日本軍の施設が今もまだこれ残ってますね。ここ見張りをこの宮島で船や潜水艦の見張りしてたみたいです。こっちはあれは違いますよね。さっきのあの海のとこあったのあれ見張りですよね。ね、これはまた違うんでしょうけどね、駐留施設かなんかなんでしょう ね。こんな感じでこうフェンスをして人間は入られへんようにしてます。結構これ大きいと思いますね。ほんでここの奥にですね一軒だけ家があって株が止まってまして、一人だけなんかな、一世帯だけが住んではります。先ほどの、まあ、これもそうですけど、この近所の人の迷惑になってますって言うけど、ここ奥へ住んでるのはその方だけなんですけどもね。これもうだいぶ離れてるんでね、そこの家ともどこが迷惑なのかよくわからんのですけども、まあ、とりあえずここを、まあ象がよれよれになったらなんか人里離れたとこ行って象の墓場やって、まあ、昔のおばすて山みたいなもんですわ。ここもだから同じように備えして、もう餌もやらずにこれ放置をして殺すための施設ということに事実上なっておるようです。もう長いことまあここはいてないみたいですけどもね、はい、こんな程度のことをしかせえへんというか、怪我をしたら間引くような感じで多分廿日市市はここへ掘り込んでるんやろうということがようわかる施設となってます。